さあ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 、はい、どうも皆さんおはようございます。カズマックスです。今日はサブチャンネル朝でございます。寝起きでございますこれからね、目覚めのコーヒーを、まあ、本日のコーヒーとして飲んでいこうと思うんですけれども、今日はですね、はい、こちら豆が届いております。こちら堀口コーヒーのお試しセットですね。もう販売終了してるみたいなんですけれども、9月の21日まで受付で、堀口コーヒーのリニューアルされたクラシックっていうシリーズ、基本となる1から9までのシリーズが、お試しセットで売ってるんで、飲んでみてくださいというのをいただきましたんで、早速ね買わせていただきました。まあ、普段は僕ね2袋入りを買うんで、箱がいつもの段ボール色してる、ベージュ色してる箱なんですけども、これ初めて見ましたね。とりあえず開けていきます。普段はカッターとか使うんですけど、もういいやいいや。おお、はい、おあこんな感じで 100g ずつだったかな、入っております。まあ、堀口コーヒーの、まあ、基本となる1番2番3番と、まあ、9番までありますけれども、こいつらが僕がね、まあ、長年飲んできた美味しいコーヒーなんでございますよ。堀口コーヒーのコーヒーね、まあ、もちろんシングルオリジンも飲むけれども、師匠のお店というかね、師匠自身も堀口系統だし、ずっとね慣れ親しんできたこの美味しいコーヒーをね、お試しセット初めて買ったわけなんですがすげえな、壮観だな。いや、もう僕だいぶ昔のことだからもうほとんど覚えてないんだけれども、確かね堀口コーヒーのオンラインストアを初めて使った時にこのお試しセットの存在知らなくて、普通にねシングルオリジンだったかブレンドだったか普通の買っちゃったんですよ。で、まあ、初回限定ということでこれ買うことできなくて、すごく悔しい思いしてたんですねで今回、堀口コーヒーのオンラインストアとか、まあ、商品がいろいろ一新されたり、ね、リニューアルされたということで、このねセットがまた売り出されたんで、今回は買おうかと思いまして買わせていただきました。とりあえずどれを飲もうかな。朝だからな、朝入りとかで爽やかに行ってもいいけれども、とりあえずまあお試しセット買って、これからまあ深入りも朝入りも飲んでいくということで、まあ中間がいいか一番ってなると、5番か。はい、こちらスムース&チョコレーティっていうのかな、フルシティロースの豆なんですけれども、これが堀口コーヒーのまあ中間になる味ですね。豆がペルーとガテマラホカ、ホカってなんだ、まあブレンドだからね、時々中身は変わると思うんだけれども、程よく苦く甘く滑らかミルクチョコレートのような、ありそうでなかなかない、苦すぎず酸味も穏やか、鮮烈な香りもない、これだけ聞くと重要な面白みにかけるコーヒーです。確かにね、ただそこに滑らかな質感が加わり、ほんのりと花やスパイスのような甘い香りが漂う。これだけですぐに特別なコーヒーに生まれ変わります。簡単そうでなかなか作れない。ありそうでなかなか巡り会えない。そんな貴重なコーヒーです。毎度のことながら文才がすげえな。で、詳しく書いてありましたね。豆のこと。ペルーのフェスパ農園勝浦のクリーンで厚みのあるボディ感に、ガテマラ、エルディアマンテの華やかで甘い印象、そしてコロンビア、エルホルダンの滑らかさを配合しています。なるほどね。クリームのようなトロンとした口当たりや、口どけの良いチョコレートのような滑らかさを感じさせる質感の重層を心地よく感じていただきたく創作しました。荒々しさまたは発散的な印象とは無縁のまとまりの良いブレンドです。あ、じゃあ飲みやすいブレンドっていうことやね。よし、じゃあとりあえずこいつらは、しまわせていただきまして、ってかすげえな、おい数がいやー、未だかつこれだけの種類の豆をストックしたことはねえぞじゃあ、はい、こちらね5番開けていきましょう。おお、あー、いいねいいね。うん、フルシティロースだからやっぱり結構火は入っていて、香りとしてもまあいわゆる中庸やね。確かに言わんとすることはわかる。堀口コーヒーのコーヒーの一番真ん中というか、別にめちゃめちゃ華やかでもスモーキーな香りがするわけでもないけれど、あー高品質な、まあ飲みやすいコーヒーってこれよねっていうまあとりあえずこれ飲んでが間違いねえらっていう味が、てか香りがしますね。うん、適度に深くコク深い感じ。
いや、なんていうか、やっぱ普段飲みするコーヒーに求めるのってこういうことだと思うんですよね。やっぱもちろんね、めちゃめちゃ鮮烈な特徴的な香味とか、めっちゃどっしりと飲めるね、もう重たい感じとかもめっちゃいいんだけれども、やっぱりそれだけね、強いコーヒーばかり飲んでいるとやっぱ疲れてくるからさ、やっぱスルスル飲める、まあ、いい意味での普通なコーヒーっていいと思うんですよね。さあ、そんなコーヒーをじゃあ入れさせていただきましょう。 100g しか入ってないから、ほんとなんかすごい少ないね。あ、違う、50g だ。これはまあすぐなくなっちゃいますね。はい、それではやっぱりドリッパーはこちら、堀口マークの入ったコーンドリッパーを使おうと思います。まあせっかくですからね。さあさあ、はい、いっぱい取りなんでね、少しお湯は少なめに。いい香り。はい、しっかり蒸らしてあげてね。ある程度ガスができたら、あー、いいねー、堀口のコーヒーが研ぎ放たれている。まあ、いっぱい取りなんでね、個人的にはソースオフというよりはこう軽く落としてあげるというか、垂らしてあげるというか、一回し追加してあげるっていうイメージかな。まあ、もちろん時と場合によってはさーっとやっちゃったりしますけどね。まあ、なんだかんだ最初の頃からやってるこれが好きだったりする。いい香りや、いいコーヒーを大事に大事にちょっとずつ入れてあげるっていう、この至福の時間。よし、 OK、 こんなもんかな。よし、まあ、12g 使って100、70、80取る場合もあるけれど、まあそれは割と軽いコーヒーの場合が多いかな。これは結構コク深い飲み応えがあるコーヒーだからね。まあこのくらいで押さえておきましょう。はい、それではいただかせていただきます。堀口コーヒーの、5番ですね。スムース&チョコレーティだっけ。いい色やね。よし、いいね。いや、ほんとだいぶ久しぶりですよ。この5番を前に僕が飲んでからだいぶ中身も変わってると思うんですけれども、まあそこをね、うまく同じ完成形に落とし込んでくるのがコーヒー屋の腕の見せ所だからね。まあ特に堀口コーヒーだが、いただきます。濃度感はね、 12g で 150g でちょうど良かったかな。やっぱりスムースって言ってるだけあって、飲み口は結構ライトかな。でその中にしっかりと、コクがあって、いや、どっちかっていうとしっかりとしたコーヒー、堀口コーヒーがね、割とメインにしてるしっかり系のコーヒーを軽やかさも出して飲みやすくしたみたいなイメージかな。でその中に適度に甘みというか、ほんのりと、果実感というかね、コーヒーがまあフルーツなんだなっていう甘さの部分もちょっと出してきてる。ブラジルとか、まあ、マンデリン、インドネシア系とか、あとは深入り系とかを、まあ、強く、まあ、苦味系をどしっと出した、まあ、個性の強いコーヒーとは違って、もうほんと中庸、まあ、中庸ってことはつまり万人受けするってことよね。まあ、誰でも飲みやすく、本当にスルスル飲めるスムース&チョコレーティー、本当にいいところに落とし込んだコーヒーかなとは思います。特に尖った酸味もなく、もう飲みやすい。美味しい。やっぱりこれですよ、コーヒー求めてるものって。いつもそばにあってほしいというかさ、いつでも飲める、どんな場所、時間、そしてまあ気分にもね、合わせられる、とりあえず飲めるコーヒーって、まあ言葉にするとなんかこう軽い感じになるけれども、すごくいいことだと思うんですよね。でこんだけのコーヒーであれば、もちろん牛乳合わせたりだとか、何かしらアレンジメニューにするのすごくいいと思うし、まあお菓子とかにも使えますよね。でこれを基準として、まあ深入り浅入りにね、自分の好みをシフトさせていって、特にしっかり系のカフェラテとかを飲みたい場合は、まあ深入りに行った方がいいだろうし、逆にこれってコーヒーなのっていうような、まあお茶感覚でジュース感覚で飲めるような、フルーティーな酸味があるコーヒーをまあ目指している方は浅入りに行った方がいいだろうし、でもそのまず中間となる間違いないコーヒーがここにあるから
いや、とりあえず、まあ、堀口コーヒー試すんだったら、まあ、5番から行ってもいいんじゃないかなって思います。まあ、もちろん自分の好みがある程度もともと分かっている方は、もうそこから行ってもいいでしょうし、まあ、この辺はしょってもいいかなと思いますけれどもね。いや、しかし、うまいよ。まあ、とりあえず買うで本当に美味しいコーヒーだわ。まあ、簡潔に言うと、とりあえず何か迷ったら5番にしとけって感じです。そのくらいの味があるコーヒーなんでね、ぜひぜひ、例えば堀口コーヒーでもうすでに狙ってるシングルオリジンがあるよって方も、なんか別でもう一個ね、間違いないコーヒー欲しいなって思ったらこの5番いいと思います。まあ、ぜひ試してみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスのサブチャンネル、本日のコーヒー堀口コーヒーのブレンドお試しセットの5番でございました。非常に美味しかった。まあ、他の豆もね、今後動画だったり生放送だったり、まあ、いろいろなところで使っていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。